シシロンはもはや立派なゲーミングアイドルなライオンです。だから最近気になります。シシロンはずっと前からアイドルになりたいんですか、それともホロライブに入って成り行き任せだけですか。私はなんかその、難しいんだけど、アイドルって別にいろんなアイドルがいていいと思ってるの。私はちょっと表現が難しいんだけどさ、アイドルって別に歌が上手くなきゃいけないってわけでもないし、ダンスができなきゃいけないってわけでもないと思ってるのよ。私はいろんな形があって、それが自分の中でのアイドルだと思えばそれがアイドルだって思ってるの私は。だからそういう意味では私はその成り行きっていうか、そのホロライブに入ったからなりたいとかではなくて、もともと自分のやりたいことでなんか楽しんでいてくれる人がいるんだったら、もうそれがアイドルだと私は思ってるので、その中でもそのまあいろんなアイドルがいるとは言いつつも、やっぱりできることは増やした方が、増やすに越したことはないわけじゃん。歌、それの代表がやっぱり歌と踊りじゃん。だから、じゃあできるようになりたいなっていうので、歌を練習したりだとか、ダンスを練習したりだとかっていうのは知ってる。できることの玉は多い方がいいじゃん。ダンスも別に全然できなくても、なんか、これが俺の踊りやっつって踊って、それが自分の中で納得できるのであれば。それで見てる人が楽しいと思うんだったら、もうそれはアイドルだと思うから。ミカドニキがね、ゲーミングアイドルだって言ってくれるんだったら、もう私はゲーミングアイドルだね。ちょっと感覚の話になっちゃって申し訳ないけど、伝われば嬉しい。伝わるとこれが嬉しいな。